だからこれが飛ぶイコール、はい、ジャミリカンツーリングに結びつかないんですよ。あ、やばい、やばいな。だからそうなると菊ちゃんの7代目の車体もお蔵入りなんです。やばいやばい、ダメです。あれはもう今匂わせでやってますね、はい。だからもうこれもうバリバリでこう、すごい、はい、だからもう9月結婚します。おお、ジャメツ、ジャメツってことはメンバーは、はい、まあ、横に、まあ、僕、はい、でおすぎ、杉本くん、そして宇野くん、そうの予定で、そうです。菊池少年、おはようございます。菊池少年、目の前にあるのは何ですか？いや、この、まあ、なんて CBX 回とでもよりますかね。ね、はい、まあ、言うてみれば、はい、菊ちゃんの初めてのバイク。はい、そうですね、はい。そして菊ちゃん、今何台バイクをお持ちですか？私は今、6台ですかね。いやいや、嘘つかないでください。いやいや、嘘つかないですよ。菊池、嘘つかない。嘘ついてるでしょ。いや、嘘つかない。あなた7代目手出してるじゃない。いや、それはそうなんですよ、まあ、あれは、まあ、まだ僕のではないですけど、7代目手出してるってことはちょっと前にもね、菊ちゃん、はいはい、もうそれが、はい、弊社に届いてるんです。あれ、え、え、本当、はい、マジで7台ってちょっと相当ですよ。依存症ですよ。カウンセリング必要。やべえ、言われてる。本当に。私もね、はい、ほとんど見てないんですよ。あ、っていうのは、はい、ちょっと、あの、陸送屋さんが来た時、はいはいはい、その日すげえ雪降ってた日だし、はいはい、ね、はい、よく見る時間もなかったのと、はいはい、菊ちゃんと共に見たいと思って。あ、なるほど、ありがとうございます。はい。だからもうすぐに裏の倉庫を置いて、はい、裏の駐車場を置いてね。はい、うん。それから一回も見てないです。うわ、ちょっと楽しい。だから、菊ちゃん、はい、ちょっと心配なのが、はい、外出しっぱなんで、はい、パクられてないかも。ちょっと待ってください。いや、でも、そんな心配のないバイクですよ。そうなんですよね。はい、あの、メジャーではないけど、はい、完全な旧車ですよ。まあ、そうっすね。旧車っていうことになる。あれ、これ、今まで視聴者さんの人に何買ったっていうのしてましたっけ？多分、一回も言ったことはない。言ってないよね。7代目買いましたみたいな、はい、あの、匂わせ大学生みたいなことは言ってますけど、はい、言うても、はい、俺たち全然知らなかったですけど、はい、あれ80年代なんだよね。そうです、84年とか。だからさ、81年ぐらい出てちょっとモデルチェンジして、だからあれってさ、はい、多分トッツァン車だったから、はい、CM の豪華版みたいなやつでしょ。あ、でもそういうことだと思います。そうだよ、ね、時代は近いんで、ね、だから俺の中の本当の CM の豪華版っていうのは、はい、CB400LC なんですよ。へえ。 LC っていうのが要は最後のホーク系のエンジン。だけど400しかないの。なるほど。はい。だから、それの2班版として出したのがあれなんじゃねえかなと。あの辺はちょっと正直勉強不足なんで。あ、うわ、いいじゃないですか。菊池さん。はい。鍵が旧車なんですよ。私は7代目もホンダで行かせてもらってます。そうですよね。じゃあまず、裏に行きましょう。かわいい。見えてますわ。ちょっと見えてますわ。これが何なんでしょうか。うわー、いいっすか、見て。いいですよ。あれ、いい。あれ、すごいじゃないですか。菊ちゃん、はい、ハンドルロックは横ですからね。でも何もまだわからない。はい、右も左もわからないと。このハンドルロックはポリだけのついてけ。はい。そしたら、菊ちゃん、店の前まで持ってきましょう。はい。でもさ、これ、はい、色合いはね、はい、これ CB400、はい、あの LC。これ400でこの色があるの？はい。わぁ。その LC っていうのは、はい、ラグジュアリーカスタムって意味なんですよ。あ、そ
そうなんですか。はい、だからこれは車体の名前なんですか。 250TLA カスタム。そうですよね、はい、だからまあ相通ずるものはあるんでしょうね。これエンジン かかんの、菊ちゃん。バッテリーオンになる。あ、なる、はい、え、ちょっとやって。ニュートラル、うん、あ、本当だ。え、ちょっとこれ、あ、バブと同じチョークじゃん。あ、ね、ここにあるやつね。ちょっと引いてみて。え、ガソリンどうなってます。ガソリンはオン、オンかオフ。あ、これさ、菊ちゃん、スイッチバブだよ。あ、そうですか。はいはい、ちょっと押してみましょうかね。はい、あ、分かりそうだ。来てんじゃない？菊ちゃん、これかかると思う。俺がやったる。はい。いけそうな空気は。あるね、でも。ねえ。雰囲気はないです、はい、そう簡単にはやっぱりいかなかったですか。どうなんやろな。なんかバッテリーとかもまあ弱ってはいるでしょうしね。ガソリンがまだあるのかね。ああ、なるほど。あるわ。ありますか。タンクなんか超綺麗。あ、本当だ。うわ、これはいいぞ。はい、じゃあ、はい、これでかかっちゃったら、はい、面白くないそうっすね。結局こういう時はやっぱキャブなんですかね。キャブ以外ないですよね。あ、やっぱりなんか変なキャブで1個なんですよね、これね。だプラグ、はい、交換して、はいはい、かかりゃいいですね。2気筒ですけどキャブは1つと。そうだから CB250RS とか、はい、あそこら辺の流れでしょ。ほう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 。これはホンダではよくありますよ。あ、そうなんですね。 CBX250 とかも、はい、多分こういう系じゃない。へえ。おおおお、来た。何、いきなり急に。あ、急にでもまあ、でも僕のルーツを分かってくれてたんですねって思ったかなそうっすかね。 おかかりますね。やっぱり無理ですかね。ねえ、まあこれは、はい、ね、はい、他の旧車同様、はい、大切に仕上げてあげましょう。そうっす ね、 ね、はい、まずは、はい、エンジンがかかるよ。はい、こっからでございます。分かりました。じゃあ、はい、寒いから、はい、中に戻りましょう。わかりました。はいよ。はい。菊ちゃん、はい、めちゃくちゃね、はい、似合ってないよ。いや、普通こういう時ってうわー似合ってるーとか言うんだけど、菊ちゃん、はい、めちゃくちゃ似合ってないよ。やっぱこれがおじさんの乗ってるバイクとですね。おじさんっていうのはこういうバイク好きだから。これは本当にもう絶対に欲しくなると思ってなかったタイプ。そうでしょ。俺もなんで菊ちゃんこれ買ったかなと思うんですけど、でもところどころ見るとやっぱりホークですよ。あ、そうです。例えばこのホイールとかもさ、このブーメランコムスター、菊ちゃんの好きな、そうですね、 CBX、 これ海外だとこれついてるホークあるんですよ。あ、そうなんですか。はい、逆車だと、逆車だと。それでね、こういうホンダのエンブレムとかね、このほらタコメータースピードメーター、はい、ね、ホークのチョーク、確かにそうですよね、ね、このスイッチ、はい、この辺は、ね、このカラーリング LA、はい、これはもう LC ですよ。 CB400LC のライン取り、このメッキのやつとかね、これは本当異端児ですよ、異端児。そしてキャリア、ちっちゃいなこのバイク、ね、コンパクトでなんかこう乗りやすかったみたいな、はい、そう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 。ですからまあ菊ちゃんはね、はい、黙っててもやるでしょうから、はい、ね、もう先にね、はい、とにかく外装をばらしてちょっと綺麗にしながらキャブやりましょうか。いや、そうですね、ちょっとエンジンが
かってくれたらね。ちょっと一回プラグも見てみましょう。あ、はい、ね、プラグ。なやこれ、初めて見た。わからないことが多いんでね。あ、このさ、福、はい、ちゃん、はい、工具入れ、はい、CBX1000 みたいなやつ、ね、これ工具入れなんですか。工具入れ、へぇ、はい、でもちゃんとついてる。あ、でもこれさ、はい、俺好きだな、このマフラーがさ、はい、メガホンになってるやつ。あ、ね、ちょこっとね、うん、これ俺何、俺の L につけてんの。あー、はい、あれに、そう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 、真っ黒。あ、でも湿ってるんで。あ、じゃあかぶってんですね。じゃあそれはちょっと、それなんて書いてます、プラグのとこ。あ、A6RTC。 何それ、聞いたこともないわ。ちょっとそう、キちゃん、とりあえず一回それ、はい、ウエスで拭いて真鍮ブラシで磨いたってくれ。あ、わかりました、はい、でプラグはキクちゃん、はい、Amazon で大至急頼んでください。はい見たことない、はい、結局、はい、もうそこで被ってるってことは、はい、やっぱ本調子じゃないってことですからね。じゃあまずは火がね、はい、バチバチ飛んでるか、はい、火はバチバチ飛ぶでしょ。いい？はい。あ、飛んでます、飛んでます。飛んでるね。はい。したら、はい、まあそれをつけてください。はい。かからんな。本当ですね。今にも。お、お。かかりそうになるんだけど、何なんすかね、うん、でもこいつはやると大事に行きたいからな。はい、プチさん焦らずに。そう、焦らずね。そうっすね、そのブリックエンジンかけて、はい、調子いいわけないんですからそうっすね、はい、だからまずは、はい、ダイソーを外して、はい、キャブまでバラしましょうか。はい、ね、わかりました。おー、うわっ、急に急にこういうことになるんですね。うん、うん、やっぱ詰まってますね。ほう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 、詰まってます。詰まってるんですね。すごい、ほう、うん、だからエンジンが生きてるってことは分かった、はい、はい、ちょっと不安はまだまだありますが、はい、とりあえず早速、はい、じゃあ何回も、もうこれ5回目ぐらいです、はい、はい、ね、外装をちょっと外していきましょう。はい、わかりました、お願いします。すごい、これすごいですよ。何、シート取るのに、はい、どうやらですけど、はい、このタンデムベルトで押さえてますよ。え鍵とかねえなと思ったんですけど、どういうつもりだよ。こいつ外したら多分取れるとんじゃないですか。なんでそんな作りにしたんかな。いろんなものここで全部止めてる感じだな。本当？でもそれそんなわけないですかね。どうなんだ。いや、そんなわけあるでしょ、菊ちゃん。それで、はい。ほら、あ、一回サイドカバー外してみれば。そうですね、うん。はい。はい、折れてない。そしてシート多分ガパンって外れんじゃない？お、あ、菊ちゃん、わかった。はいはい、ここで、はい、ここの間に入ってるんですよ、この金具が。なるほど、なるほど、はい、あ、じゃあシート外したりしてたから抜けてたんですね、うん、そうね、そうね。でもまあこれも取るってことなんですね。そう、そう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 。へえ、わあ、これ乗ってねえなー。ねえ、これはちょっとやっぱ、まあでもこんなんはね、いくらでも綺麗にできますんで。まあね、取れました、はい、タンク抜いてくださいと。ガソリンいっぱい入ってんな。うん。わあ、これバブやん、上からぶら下げてて。わあ、キちゃん、これ横を開けてエレメントどうなってか見ようよ。はいはい、プラス。なんでね、うちみたいなところにこういうビジネスバイクが入ってくるの。ね。初めてですよ、菊池さん、はい、エレメントもね、あのスポンジタイプじゃなくて紙タイプだったらいいけどね。うわぁ、あー、スポンジやん。ちゃんとスポンジです。それ押すとどうなる、ズボってなんない、そこのスポンジの部分。まあ、まあ、あ、生きてる。まあまあ、あー、じゃあ平気だね、うん、ね、
汚いけどな。汚いは汚いですね。でもまあ平気っぽいね。うん。したらまあそれはつけていきましょうか。はい、はい。そしたら一回弊社にある新鮮なガソリンレンジにかけましょう。はい、ありました。でもさっきの感じだと燃料は悪くてエンジンかかんないって感じじゃなかったけどな。別の何かが、うん、ワーンと止まるっていうのはね。そしたらね、はいはい、まず、はい、どういうふうに、はい、例えばエアクリーナーをずらさなきゃ、はいはい、ダメなのかとか、はい、いろいろありますからね、そこを解析していきます。はい、ね、ロゴニーが初めてのっていうね、なんか貴重ですよね。ああ、キクちゃん、はい、これさ、はい、加速ポンプついてるんですよ。加速ポンプ、はい、生意気に、うん、へえ。ああ、そしてここが、はい、ね、俺は CBX とかホークと一緒なチョークね。はいはい、おお、やっぱホンダですね。で、あ、キクちゃんさ、はい、これさっきのだと、はい、チョークがね、今これ引っ張ってるけど、はい、おそらく、はい、おそらくよ、はい、ほら、ここまでチョークくるんだよ。ほうほう、あ、引き切ってなかったんですか。多分引き切ってないよ、多分わかんないけど。だ、オンにしてね、はい、これやってみますよ、はい、わ、ほらほら、あ、ね、なるほど、引けてなかったんです。引けてないんだと思う。ほら、うわ、すげえ。あらら、うわ、うわー、なんかさすが。でもここまで来て、はい、ね、はい、チョーク戻すと、はい、エンジンかかんないってことは、はい、まあ、どっちにしてもキャブは俺はダメだと思う。ああ、そうですか。お、でも確実にやっぱりさっきよりは違いましたね。止まっちゃうから、はい、だからスロージェットとか俺詰まってると思うわ。おお、はい、この人キャブ一回やってます。え、本当ですか。だってキャブほら入ってないもん。入ってない、うん、ほら抜けてます。あ、抜けてる、うん、ほら、これもキャブが、はい、あの外れてる。へー、あ、本当だ。下がね、ちょっとこれピント合わないか。ピント合わないけどね、はい、これキャブが、はいはい、ね、もうエアクリーナーボックスとのあれでもう外れてますわ、うんうんうん。ていうかマジでこれの整備わかんねえから、はい、外せるとこ全部片っ端から外したらえらいことになってない。じゃあ、え、何取っていいかわかんないんだよ。わかんないですね、確かに。こういう時は、はい、本当サービスマニュアル欲しいわ。あ、横にあのサービスマニュアル、私あのそれも買って、はい、何買ってんだよ。あの役に立つかなと思って買いましたんで、ちょっと今度持ってきます。それ今日持ってこない。今日ね、知らないもんね、はい、これが来てるんで、ね、いや、そうなんですよ。いや、だからそういうところよ、菊ちゃん。はい、俺昨日も、はい、シモニーとかに、はい、サプライズで行ってシモニー休んでるんですよ。はいはいはい、ね、サプライズってダメ、はい、そうそう、ある程度のね、そう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 、情報は共有しながらじゃないとっていうね。そうそうそう、情報はね、共有しないとダメよ、はい。わ、きたねえこれ、菊ちゃん。うわ、真っ黒じゃないですか。これなんでさ、はい、それでいてさ、そのまままた、いや、菊ちゃん、はい、これはあなた逆にオーバーホールしたら、はい、めちゃくちゃいいよ。あ、この状態でね、一応エンジンかかったわけですから、はい、これやったらもう菊ちゃん、はい、絶好調。うわ、楽しみ。でもこれって、はいはい、キャブ的にはもうバブだよ。あ、そうなんですか。バブの片割れですよ。へえ、これが2つあればバブ。だから、はい、これね、おもろいのが、はい、本来これバブのキャップ2個使う、はいはい、ここにちゃんとね、つけるブリッジがあるんですよ。へえ、あ、本当にこの全く同じものが繋がって。そうだと思う。へえ、まあでもそろそろ。おもろ。キャップバラそう。はい。ね、ちょっと、いやいやいや、急に、おもろくてやる気が出る。いやー、よかった。俺のやっぱり心配としては、はい、横にが いじるタイプのバイクじゃないんで、はい、乗らないんじゃないかっていう乗ってきてくれないんじゃないかっていう、ね、気分全然乗ってなかったけど前半はね、はいはい、めちゃくちゃ一気におもろくなったよかった。あ、でもキャブの中はなんかそうですね、綺麗綺麗ですね。綺麗、思ったよりは綺麗、はい、綺麗、全然綺麗。ほんほん、でもまあ確かに、はい、これオーバーホールしたっつったら嘘だよね。だってほら、ああ、まあそうですね、こういう汚れがカスみたいなのいっぱいありますね、バリバリ残ってますから、はいはい、これはやったっつったら嘘でしょ、はいはい、
そうなんだ、旧車専門で。こんな真っ黒でこんな汚いのさ。うわ、汚っ。はい、そんなの車だったの。キャブなんか開けたりはしてないでしょうね。うん、ちょっと外して見えるとこちょちょっとなんかね、例えば。しかしながら、あのほらキャブがさ、はい、あの外れっすとか、あ、ああいうのどうなんですか。一応なんか見てみようっていう ね気持ちあったんでしょうけど、まあでもそうっすよね、現状で売りますってやつをそこまで整備するわけないですもんね。まあ俺はするけどね。さすがです。しないんだったら完全にしない、はい、一切手をつけてで一切しないっていうままはちゃんと乗せるっていうね。そうそうそう。でも菊ちゃん、はい、めちゃくちゃ洗いたいでしょ。洗いたい気持ちはあります、もちろん。でも、はい、我慢できる気持ちもある。いやいや、まあ一瞬なんでやっちゃおうと思ってます、はい、一瞬じゃないでしょ、こんな汚いんだよ、菊ちゃん。いやでもこれザーッといってね、ゴシゴシやって表面的なのは、うわ汚っ。ほら表面的な部分はね、ちょっと無理だと思ってんじゃん、菊ちゃん。もうこれいやいけますよ、これでも。うそやろ、はい、灯油のパワー横に教えてもらってますから俺。余計なこと教えちゃうんだよな。こんなに人間だと思ってなかったから俺。菊ちゃんのこと、はい、磨きはね本当なんだよ、磨きにかけてはちょっと異常者だからな、はい、いや、わかります。わかります。自分でもずっとやってんなと思ってます。そうでしょ、はい、菊ちゃん、はい、まじまじ見すぎなんです。いや、なんかあの珍しくあのちっちゃいのポジションランプもちゃんとついてるで、菊ちゃん、はい、キャブレターの方はできたかったんですか。そうですね、一応、まあ、別に新品みたいにピカピカにしたいわけじゃないんで、僕は新品になってますやん。いやいやいや、そのめちゃくちゃ綺麗になってんじゃん、はい、灯油汚っ。いや、こっちがね、汚れましたけど。うわー、まあでもブラシで届く範囲のつけたら届かないだろう部分も今のうちにっていう感じで。いや、これで調子良くなってくれればね。私が、はい、菊ちゃん、今からキャブレターをね、はい、しっかり組み上げるんで、はい、菊ちゃんは、はい、とりあえずできる範囲で綺麗にしていきましょうか。わ、はい、かりました。ちょっとこの辺の周りをね、そう、ここも私ね、つけたらもうここら辺キャブつけちゃったら、はい、二度とできませんから。ですね、はい、私はもうその後はね、はい、もう心を鬼にして、はい、キャブレターの取り外しはやりませんから。わかりました。そう、どうでしょう、綺麗になりましたか。いろんなね、はい、ところを確認しながら、はい、やりましたよ、はいはい、これはもういいキャブに仕上がりました。わあ、ありがとうございます。というわけでね、はい、僕らのシリコン、はい、はい、これがあるとシュッシュッシュッと入りますから、ね、はい、俺たちは、ね、はい、普段4発のダイスをやってるから、はい、そんなの余裕中の余裕よ、はい、アメリカ人の方ですよ普段、はい、ハーレー・ダビドソンとか、はい、ハーレーって結構横についてて、うん、上からエアクリーナーで押してるだけだから、あのなんかエアクリーナーが三角逆三角形のパコッとついてるみたいな、あれの中にあるんですか。はい、あの裏にキャブレターがこうやって刺さってるだけなんで。は、そうなんだ。俺はもうハーレーで唯一好きなのは、はい、キャブがめちゃくちゃ外しやすい。そうか、なるほど。だからアメリカ人の方々っていうのは、はい、基本、はい、もう Z とかのエアクリーナーも全部外してんじゃないですか。なるほど、こんなめんどくせえ作りなんだと思ってるんでしょうね、はい、日本人何作ってくれたんだと思って。そうか、キャブが横向いてればエアクリーナーも横につければいいと。よし、皆さん忙しいし、はい、これ一発エンジンかかると思う。いやー、俺は来てくれると思いますよ。俺はかからないと思う。だってさっき一応かかってましたから、はい、ここはいけるんじゃないですか。そしたら、はい、はい、つけました。はいはいはい、いくと思う。いきます。一発、二発、二発、二発ね、二発です。おわー、すごい。あー、でも、いってましたね。うわー、きた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 、めちゃくちゃ調子。うわー、もう外行こう。もう安定した。あ、外行こう。これは来ましたね。はい、ほら、もうめちゃくちゃ調子いいね。本当ですね。いや、すごい静か。エンジン調子ね、エンジンもいいっすね。ちょっとぽいっすね、やっぱりね。バブだ。
なんかおとなしいバブみたいな音しますね、やっぱね。気持ちちょうどいい。気持ちちょうどいいです、これ。はい。いやもうなんかとりあえずはやっぱこのノーマルスタイルでね、乗ってあげましょう。いいっすね。ちょうど普通だよ。いやすごい、安定感もすごい。どう、すごい、いい、レスポンスいいでしょ、結果正解でございます。結果正解、買ってよかった。だからね、はい、こいつの初お披露目がいつになるかね、はい、これはもう乞うご期待でございますが、そうですね、はい、この続きは、まあ、この後やりますからね、綺麗にして外装をつけて、汚いの映しててもらってね、そうね、本当に勝手に綺麗にしますって、この辺はね、まあ、頑張ります、ね、この子ね、せっかくこっち来たんだから可愛がってあげましょうよ。本当ですね。じゃあ菊ちゃん頑張ってね。はい、ありがとうございます。菊ちゃん、もう今売ろうかなこれと思ってたんでしょ。違う違う。そんなこと思ってないです。ようやく来ました。はい。ね、第7の愛車ね。はい。ジャメリカンツーリングがね、はい、もう間近でございますので、そうですね、はいはい、前回、はい、まああの要は納車というか。はい。ね、ヤフオクで購入して、はい、ね、その場で乗れる状態でございますっていうのを買ったくせに、はい、エンジンはかからない、はい、そしてキャブレターなどなどオーバーホールをし、はい、まあ登録をして、さすがヤフオクっていうのを味わいましたね。ね、まあ半年、はい、この子を乗りました、はい、長所と短所をまず言ってください。わかりました。はい、250、ね、LA カスタム、いいとこはやっぱり、はい、乗りやすいっていうのはもう最高ですね。あ、やっぱりホンダ車だけあって乗りやすい、はい、とにかく燃費がいい、燃費がいい、燃費がいい。じゃあ逆にここちょっとみたいなのありますか、はい、ですね、うん、まあ普通にやっぱり今まで自分が乗ってるバイクに比べると、うん、やっぱりただの今これノーマル感なんで、はいはい、乗っててその音の楽しさはないっていうのはあんま仕方ない。まあスクーターですね。じゃあそうですね。あ、まあ正直マフラーは何とかしたいなと思ってます、ね、あぐらいは。もう釘で穴開ければいいんじゃないですか昔のゲンチャリ風に。そう、荒技あんまやりたくないですけど。、うん、だからマフラー情報をお待ちしてます。マフラー情報ですね。まあキャリアもついてるしね。そうなんですよ、はい、うん、これも意外と気に入ってます。俺は純正オプションですよねこれ、はい、いいですな、はい、あとはやっぱりすいません横にあのいつものやつなんですけど、うん、フロント周りのちょっと不安定さと、うん、このちょっと低速の時、うろ、売ろう、ほら売ろう、もうダメだこれ、廃車だ。違うですよ、え、はい、一番大変なんですよ。そうなんですよね、はい、え、でも何これさ、気になるの、それともさ、なんとなくさ、やっときたいなみたいな感じ。気になるんですよ、え、本当に実際乗ってみて、うん、このちょっと低速での細かい動きの時の、はい、菊ちゃんさ、はい、ババちゃんの時もそうだけどさ、はい、低速の時すごい気になる人だよね。そうです、低速の時ってやっぱり、はい、一番細かな、はい、作業が必要じゃない、作業というか操作が必要じゃない、はい、はいはいはい、一本橋もね、はい、2グリップキャッとして、そうですね、うん、で意外とスピード乗ってる時は平気なんですけど、うん、はい、ちょっとスピード落ちた時の感じが、あ、気になる部分はあるんですよね。わ、はい、かりました。じゃあ、菊ちゃん、はい、早速、はい、ちょっとこれやっていきますよ。お願いします。うん、あ、行きましたよ。ゆるゆる、あ、やっぱりちょっと問題あったんだな。ああ、なるほど。あ、あ、落ちた落ちた。ちゃん、はい、カッカーですわ。うわ、本当だ、もうポロポロ勝手に落ちてきちゃう。あのベアリングちょっとちっちゃいんだね。本当ですね、確かに。びっくりするぐらいちっちゃい。違うんだな、やっぱ、ね、あ、止めましょう。はい、すいません、ちょっと止めます。ガレオコの視聴者さんも、はい、もう本当にほとほと見たくない、はい、ね、はい、もう本当に飽き飽きしてる、はい、ね、こういうことですよね。こういうこと、ね、こういうこと。
はい、こういうのを一回きれいにして、パーツクリーナーも使ってきれいにして、新しいグリスをね、ぶち込んでいくという、はい、夢の企画。夢の企画です、本当に。でもさ、はい、こんなあのバイク系動画いっぱいある中、はい、こんだけステムのグリスアップやってるチャンネルないと思うんですよ。ないですよ、ね。俺はもうこれギネス。ね、ギネスだと思う。いや、本当にでもそのぐらいやってますよ、ね、はい。これは劇的に変わる気がしますよ。キクちゃんが70歳になる、はい、なっても大丈夫なようにう死ぬほどグリス入れたから、もうブニョンってもう超出てきた。これはでも間違いない、もう。もう、キクちゃんの膝関節より、はい、こいつの膝関節の方が丈夫ですよ。本当ですね。はい、まあ、これで、低速も不安なし。なんか、もう気分がいいですわ。ああ、そうでしょう。巣だよね。巣ですね。ね。そしたら次はフロントフォークを抜いていきましょう。はい。うわ。これさ、はい。ステムあんま緩かったのに、はい、めちゃくちゃ硬いんだよ。初めて外されんのかな、やっぱこれ。硬っ。びっくりするぐらい硬いんですけど。珍しいですね。よ、横にのパワーでそれあんまり。いや、マジで、こんな硬いの、はい、マジで久しぶりです。こんな硬い。逆になんか、外して、つけすぎたのかな、強く。インパクトとかで締めたとか。ああ。逆に。はいはいはい。じゃなかったらこんな硬くないよ、菊ちゃん。ねえ。これもだからほんとね。外さないとだから分かんないから。そうですね。やっぱりほら、買った後、はい、走るからいいやじゃないし。はいはいはい。ほんとですね。大事な作業だな、やっぱり。もしかしたらあれかな、ネジロックつけてるとか。はい、ああ、はあはあ、ブレーキだし。はあはあ。ありますね、それはね。ハーレーの人なんかやっぱブレーキ周り、あ、ネジロックついてる。へえ、あ、そういうの分かるわけですね。カスみたいな、ほら。あ、なるほどな。買った時のさ、はい、80年代の、はい、一番最初の時にやったんじゃないですか。はあ。40年ぐらいの時を経て、外されたわけですね。わあ、来た来た来た。やっぱいいじゃない。ああ。あれ。ちょっと初動がやっぱおかしいな。あ、本当ですか。うん、ああ。おかしいです、これは。改善できれば。改善すると思うよ。いいと思う。うわぁ、よかった。ただただ、はい、大変なんで。はい、うわぁ。うわぁ。あぁ。もう、この段階で汚いですね。うわぁ。はい。どうもこうもないです。これは。ただただ大変なんで。ただただ。汚いな、はい、わ、このバイクに限っては、はい、フォークシールだけって出ないんですよ、はい、セット、はい、セットなんですか、フォークシールをくださいって言ったら、はい、なんと、はい、ダストシール全部セット、あ、すごっ、すごい、じゃあでも出るんだ、すごっ、そうなんです、すげえ嬉しい。はい、これ一手間、はいはい、これはなんでこういう風にやってるかって、これはこれ、まあシリコンを、はいはい、やってますけど、はい、これなぜこういう風にやってるかというと、はいはい、ぬるぬるにするためにやってるわけじゃないんですよ、あ、違うんですね、スッと入るように、違います、じゃない、違います、こういうライトステーの中っていうのは湿気るんで、はい、あ、はいはい、確かに錆びるよな、こういうとこ、そうだから、こういうとこに、はい、そのスプレーをし、油をスプレーしてるだけで、はいはい、なるほどな、錆びにくくなる、錆びにくくなるっていうほうほうね、だからいろんな意味で、はい、この経験に基づいたね、はい、こういう人って、そうなんですよね、この中なんかなかなかね、自分じゃどうにもできないからな、そうです、もうそれやったら終わりですな、そうですね、そしたら菊ちゃん、はい、早速、はい、ジャッキを外し、はい、フロントブレーキを握って、はい、まずストロークさせるね、菊ちゃんどうですか、いや、もう快適になったようにしか思えないですね、いや、まずセンタースタンドをちょっと外して、はい、はい、フロントブレーキを、ブレーキ、うん、は
はい、はい、そしたらスコスコスコとストロークさせてください。はい、おいいね、これはまあいいですねって言ったけど、そこ体感できてますか。いや、いい風味しかちょっと思えてないですね。そうですか、はい、そしたら菊池さん、はい、早速ですが、はい、ちょっと試乗をねして、はい、菊ちゃんがあの Z1R の時にめちゃくちゃ厳しかったように、はい、ね、低速、そうですね、ね、低速は菊ちゃんもすごく気になっちゃう男ですから、はい、マジおっさんだな。ちょっとじゃあ失礼します。はい、早いな。菊ちゃん、はい、どうですか。いや、変わりましたね、やっぱ。やはり、はい、そりゃそうでしょう。やっぱり違うんすね。そうでしょう、はい、足回りは一番大切ですから、はい、いや、だいぶ安心して乗れるようになりましたね、これ。あ、そう。じゃあ菊ちゃん、はい、今回片道200キロ、はい、往復400キロのジャメツ、はい、もうバッチリですね。バッチリだと思います。最高です。それから菊ちゃん、はい、ジャメツよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はガレオコジャメリカンツーリング伊豆大陸横断、伊豆大陸横断。ちょっと芸能人の方を、ハーレー乗りの芸能人の方を呼んでます。おお、すげえ。しかもアーティストの方もいらっしゃいます。そうなんで